こんにちは、キラさん。メッセージありがとうございます。先日もコンサートね、お疲れ様でございました。非常に面白かったですね。またね、呼んでいただきたいかなと思いますし、今度は本当にね、もっともっとたくさんの人を私もね、動員したいと思いますので、よろしく、メカドックで、今回のご質問なんですけども、 FX と YouTube どちらを始めたらいいかってことなんですけども、やっぱりね、1個ずつやるのがベストなんですよ。やっぱりお忙しい中でたくさんのこと、2つ以上のことをプラスアルファするのは非常に難しいと思いますので、私はね、YouTube を今年最後のチャンスと思ってやった方がいいと思います。ただですね、 YouTube やりましょうって言ってもね、なかなか最初の動画が上がらないのが現状だと思うんですよ。で、いつやろうかなと悩んでるうちに時間だけ過ぎちゃうってことになります。で、 YouTube をやる際はマイペースでやるんではなくて、本当にね、市場に合わせた動きでやらないともう間に合わなくなってしまうんですよ。で、仮に間に合っても来年からはやっぱり巻き返されちゃう可能性があります。有名人の方とかね、でミュージシャンだったらインディーズで力のある方が出てくると思いますし、それからね、私がこうなるだろうなと思ってるのは、例えばね、声優さんで、なかなかね、日の目を見なかった方が声優のレッスン動画を上げていって収入にするって形も考えられるんですよ。同じようにミュージシャンでもなかなかね、メジャーシーンでデビューできなかったとか、あと芸能界に行けなかった方とか、いまいちパッとしないローカルの方が自分のレッスン法とかトレーニング法とか、あの有名なバンドの特集とかをね、有名なインディーズバンドの特集とか、まあコピーバンドの特集とかを動画でやると、これ結構面白いんですよ。例えばね、パーソンズのコピーバンドが九州にはこういうのがあるよとか、中国に地区にはこういうのがあるよとか、いや北海道にはこういうのがあるよっていうのを特集すると、そこに特集されたミュージシャンも嬉しいし、あの昔のね、パーソンズファンも、おお、なかなか頑張ってんじゃん、未だにパーソンズみたいな感じで、ライブ行こうかなみたいな情報を探ったりするんで、あのポータルサイトが売れるみたいなこともあるんですよね。そう考えると、あの YouTube ってのは、どこにフォーカスするかによってまたね、使い方が変わってくると思うんですよね。まあこれ話すと長くなりますんで、どういうふうにお伝えしようかなと思う中で、私はね、YouTube をやった方がいいんじゃないかなと思いますね。 FX ははっきり言って1年間かけて利益が出るようなトレーニングは、はっきり言ってほとんどの人には無理だと思います。相当詰めてやらないと、1年間で FX で負けないようになったよって方はなかなかあられないと思いますね。で、 YouTube は今年1年やるって決めて目いっぱいやると、まあダメでもともとっていうか、精一杯やってダメだったら来年 FX をしっかり取り組めばいいと思うんですよ。ただ YouTube ってのはブームなんで、このブームに乗り遅れたら二度とブームは来ないんですよ。で、今度 YouTube のブームが過ぎたら、今度、ね、VR とか AR とかっていう動画のブームにまた改めて乗らないといけないのかなってことになりますんで、私はね、今年どっちか一本に絞るんだったら YouTube だと思いますね。まあそんな感じですか、回答としては。で、キラさんはミュージシャンとしての、あの YouTube が出せると思います。例えばね、あの音楽そのものを YouTube にアップロードするのはなかなかコピーバンドが難しい面があると思いますから、ストップモーションの画像とかを出してね、で自分の例えば吉川晃司さんにかける思いっていうのをお話しするっていうのがいいと思います。私がね、男はつらいの寅さんについて語るのと同じようにですよ。で、アルバムを1枚こうやって取り出してね、このアルバムは私は17歳の時に聴きました、その時はこういう風な恋愛をしていて、こういう風なね、将来への不安があった、で、この曲に励まされたんです、 B 面の2曲目が好きなんですよ、みたいな解説をするんですよ。で、これは人に迷惑かけないと思うんですよ。ただしね、吉川晃司さんみたいな素晴らしい人になると、いや、お前が言うなよっていう人も、俺の方が吉川晃司ファンだよっていう人も出てくるんですよ。でもそういうのも動画を発信する上での楽しみですから、そういうこともね、込みでやっていただければいいんではないかなと思います。あとはね、コメント機能をオフにするとかっていうこともできますんで、妙なアンチコメントが嫌だったらそれをカットするってこともできます。ただね、アンチな人よりも同じような思いを持った方が、いや話をよくわかりますよみたいな感じで共感してくださる方の方が圧倒的に多いと思います。で、その上でコンサート情報ね、キラさん今度どこどこでコンサートやるよみたいな、エロスのコンサートはこうですよみたいな、そういうふうなね、ご案内もすればチケットも売れやすくなると思います。これね、必ずね、効果出ますよ。なんですかね、コピーバンドやってる方は本当に全員 YouTube やった方がいいです。 YouTube で自分の楽曲にかける思いをずっと語っていくとかね、どんなミュージシャンが好きだったかとか、最初にやろうとした楽器は何なのかとか、今のパートは何なのか、なんでそのパートになったのか、そして他のメンバーの紹介をするみたいなこととかね、あと練習風景を出していくとか、そういうことをね、していけばいいと思いますよ。 YouTube がいいと思います。それではまた。